それでは続きまして、中島様、イーコス株式会社の中島様よりお話をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。イーコスの代表をしています、中島と申します。イーコスという会社はですね、ギリシャ語で音という意味なので、基本的に音を事業にしている、会社でございます。で、今、現状、横浜で今、活動を進めておりますので、そこの活動の内容をですね、説明させていただければと思います。自己紹介ですけれど、私、半導体業界に約40年間ぐらいおりました。で、その間、海外が長くて、アジアが10年、アメリカが18年、中東にも約2年間ぐらいいましたので、約人生の半分ぐらい海外におりました。一応、黄色とか見ていただければわかるんですけれど、去年、こちらのデジタルの理事に就任いたしまして、今、横浜市の行政と組んで、事業を進めているという状況下です。で、私は先ほど言いましたように、もともと半導体屋でございますので、信号処理系をずっとやってきましたので、いわゆる音の処理ということで、自分でアルゴリズムを作って、半導体に組み込んで、いかに皆さんにとって心地の良い音を皆さんに提供していくかということを睨んで、いわゆる DX、デジタル化の音をアナログ音にさせていこうという流れを今作っております。で、会社自体はですね、2018年に立ち上げて、で、いわゆる AI のコミュニケーションデバイス、いわゆる AI スピーカーは基本的に、一方的に質問にだけ答えるだけなしに、いわゆるコミュニケーションができるようなデバイスを作っていきたいということで、ハードウェアも着手して、制作をしております。今日はですね、実は新事業として、音の事業についてご説明させていただければと思います。いわゆる目から入る情報よりも、実は耳から入る情報の方が早いと。いうことと、音って基本的にブランドの認知にすごく適切な方法であるということが分かっています。で、これ見て分かりました。ピクトグラム。要は Windows の起動もそうですよね。いわゆる起動音が鳴ると、これ Windows だなと分かる。こういったものが基本的にのアイコンとして数秒の音が全ての物証を認知していくんじゃないかなという流れがあるので、これは NFT 化のビジネスを今落とし込んでいます。その中で私が今取り組んでいる事業なんですけれど、ハワイだとか、ウィーンだとか、あとアトランタ、こういったところには、そこの地方自体の音を持っています。音でブランド化していると。ウェブサイトからでも、基本的にはその音が聞こえてくると。なので、基本的に去年、横浜市にこの話をしまして、で、基本的にはそれを組み込んで、今年の4月から運用が始まります。基本的には学校だとか、市町村、それから地下鉄、それから、バス、こういったものに約30秒から3分のメロディー、もしくは3秒のサウンドロゴ、あと1秒の、承認音、こういったものを皆さんに提供していきたいということによって、横浜のブランドを世界に発信していきたいという思いで今取り組んでおります。それと同時にですね、横浜で、去年、横浜未来空港を通じて、皆さん若い人たちを集めて、基本的にメタバースの事業を立ち上げました。基本的にこの目の、もう思いは何かというと、基本的には横浜をバップ化していきたいと、いわゆるパブリックソーシャル地域コミュニティとかメタバースの取り組み。この中に私は心地のいい音を取り組んでいきたいと、認知する音を取り組んでいきたいということで、基本的には NPO 法人化して今進めております。要は時間とかお金ですね、を今リアルとかバーチャルの方にどんどんリアル始まって、いわゆる経済資源、と言われているものが、基本的には人と物と金と、あと情報と言われてますけれど、私はそこの中に場が入ってくるだろうと思っています。場がとっても大事だと思っております。その中で横浜で、今、横浜メタというものを立ち上げて、いかにし認知と上げて、差別化を示して、で、税収を増やすと。最終的には、バレタまで持ってきたいんですけれど、そこに一気に飛べませんので、まずは、プラトンのデータを使って、横浜市をマップ化していきましょうと。で、その後に、基本的に皆さんの共感を得たいということで、展示会とかコンサートをしていきましょうと。で、3番目に、基本的にこれを家庭化していきましょうと。これ3カ年計画で今組んでおります。これを DX 推進本部と組みながら、今年の春ぐらいにはデジデンに基本的に案件を持ってきたいということで今準備中でございます。で、特に去年ですね、元町、横浜元町のショップ以外を盛り上げたいということで、ここをメタバース化しました。ということで、最後にですね、時間ある限り、ここを見ていただければと思います。よいしょ。実はこれ約20日間ぐらい作りました。で、実際の動画は5分ぐらいの動画です。これが子供たちだとか、大人も、あとプロも入って、で、この動画を作り上げました。
次回いっぱいまで見ていただければと思います。高橋さん、これはどっかで見れる？そうですね、これは皆さんに公開いたしますので、また別途見ていただければと思います。そうですね、いっぱいです。見ていただければ。いかにリアルとバーチャル、デジタルツイン化を、メタバース化していくかというのがすごく大事だと思いますので、そこを実現させていただきました。まあ、ある意味じゃ、商店街を盛り上げるのも一つの一環です。今とてもブームになってますメタバースの一例ということで、ぜひまたお時間になりますときにフルバージョンで皆さんもご覧いただければと思います。ちょっとお時間の関係でここで、はい、中島さんありがとうございます。音というものを地域になかなかない発想だと思います。人間の活動の中で五感、見たり聞いたり触ったりということの大切さ、言われてみるとなるほどという面が多々あると思います。駅の待ち時間にいろいろな音楽が流れるのは無意識の中で皆さんも感じておられるものがあると思います。中島さんの音を使った地域の盛り上げ、新しい視点ではないかと思います。ぜひ様々な自治体の方々にとってみて、また事業を行う方々にとって音という視点、この領域をまた検討をしていただくのがよろしいかなと思います。ありがとうございました。